皆さんこんにちは、私は愛知県警察本部のサイバー犯罪対策課の倉橋と申します。本日はですね、スマホ安全フェスタということで、デンパークさんのね、場所をお借りしてイベントをやらせていただいております。私からですね、一つだけ皆さんにお伝えしておきたいと思います。皆さんですね、フィッシングメールってご存知ですか？フィッシングメール、銀行だとかね、携帯電話会社だとかクレジットカードとかね、まあ、いろんなあるんですけども、そういったね、ものをかたってショートメールだとかね、E メールに、突然ねメールが来ます。銀行の口座使えなくなりますよとかね、カードが不正利用されてますとか、そういったですね、メールに貼られてるリンクですね、 URL を押してしまうと、そのままねポンと、偽のサイトに飛ばされてしまって、そこからね、個人情報とかね、カード番号、そういったものを盗まれてしまう、そういったね、犯罪になります。で、昔はね変な日本語とか使われていてすぐに分かったんですけども、今はね本当に分かりません。全く正規のメールと区別がつかないものが送られてくるので、皆さんにねお伝えしたいことは、メールのねリンクは、押さない、そこだけね覚えておいてください。で、もしね不安になってしまったら、例えばねカード会社だとか銀行のサイトだとかね、正規のサイトだとか、いつも使っているアプリですね、そこからアクセスをして内容をね確認してください。絶対にねメールは、メールのリンクは押さない、それだけね今日は、お伝えしたいと思います。はい、で、それからですね、あそこの、向こうの方でね、パトカーの乗車体験だとか、あのちびっこ制服とかですね、着ることもやっております。それからねお子さんのね、スマートフォンの使い方、そういったものも楽しく学んでいただける、スタンプラリーもねやっておりますので、ぜひですねこの後お時間あれば、あちらに行っていただいて、皆さんにね参加していただきたいと思います。私からは以上になります。では引き続きですね音楽隊の演奏をお楽しみください。ありがとうございました。皆さんこんにちは、愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。先ほどはオープニングとして名作 SF アニメ銀河鉄道999の映画版主題歌をお楽しみいただきました。次はジェリービリック作曲の更新曲ブロック M を演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのストレートトランペット演技と合わせてお送りします。指揮は東隊長です。どうぞお楽しみください。
ブロック M をお楽しみいただきました。次はヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカ・カリを演奏します。この曲はその名の通り、馬に乗って野原や林を駆け回るハンターたちの様子が表現された曲となっています。獲物を知らせるトランペットやホルンの響き、それに続く鞭や鉄砲の音など、狩りの雰囲気をたっぷりと感じられます。ぜひ皆さんもその様子を思い浮かべながらお聴きください。それではポルカ・カリをお楽しみください。お楽しみいただきました。次は世界的大ヒット映画ハリーポッターシリーズのメインテーマを演奏します。ハリーポッターシリーズは第1作目の公開から20年以上経った今でも多くの人に愛されております。大阪にあるテーマパークではハリーポッターの施設が誕生して今年で10周年を迎え、ますます盛り上がりを見せています。
今からは映画の世界観をたっぷり感じられるメインテーマをフレッシュアイリスの演技と合わせてお送りします。それではお楽しみください。メインテーマをお楽しみいただきました。次は大人気推理アニメ名探偵コナンのメインテーマを演奏します。アニメ名探偵コナンは放送開始から28年目を迎え、長きにわたり幅広い世代から親しまれ続けています。来月には劇場版名探偵コナンの最新作も公開されることから、楽しみにしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは名探偵コナンのメインテーマをお楽しみください。
名探偵コナンのメインテーマをお楽しみいただきました。次はド派手な金色の衣装で歌う松平健さんと腰元ダンサーズの華やかなダンスが特徴的なマツケンサンバ2を演奏します。この曲は思わず踊り出したくなるような楽しくて明るいラテン調の曲で、お子さんから大人まで多くの人が知っている大人気の曲です。それではマツケンサンバ2をお楽しみください。皆様こんにちは。 ありがとうございます。愛知県警察音楽隊隊長の伊藤でございます。本日はですね、スマホ安全フェアということでですね、私ども愛知県警察音楽隊もですねこちらの方お邪魔をいたしまして、演奏とパフォーマンスで参加させていただいております。スマホね、スマートフォン、今やねもうほぼほぼ皆さんがねお持ちではないかなというところでございますけれども、やっぱりですねこのスマホの普及に伴ってですね、いろいろなやっぱり弊害といいますか、こう犯罪に利用されるというケースが増えております。皆様方もですね十分お気をつけいただいてですね、先ほどはいわゆる不審なメールです ねそういったものが届いた時はもう絶対にそのリンクはクリックしないでとね、貼り付けてあるねところに、飛ばないでくださいというようなお話もありました。私の携帯にもですねもう本当にしょっちゅうこの、ね、迷惑メール
のようなものがですね、入ってきます。それ開いてしまってですね、中を読んでるうちにですね、こう知らず知らずのうちに騙されてしまうということもありますので、どなた様も、スマートフォン、ね、知らない人、知らないところからのですね、メールや最近は電話もありますのでね、そうしたものにはですね、十分お気をつけいただきたいと思います。さて、スマートフォンといいますとですね、実は愛知県警察ではですね、スマートフォンアプリをですね、作って皆様に提供させていただいております。防犯情報丸分かり、防犯情報丸分かりアプリ愛知ポリスというものでございます。これですね、ご自身の、お住まいの場所、ね、お勤めの場所、まあね、そういった場所をですね、登録しておいていただくと、まあ、その場所で起こった、ね、犯罪情報、不審者情報、交通事故の情報なんかをですね、まあ、プッシュ通知でスマートフォンなんかにですね、送ってきてくれて、合わせてですね、注意喚起もしていただけると、ね、こういうことがありました、皆さんこういうことに気をつけてくださいねというような、ものでございます。加えてですね、防犯ブザー機能だったり、痴漢撃退機能だとかね、そういったものもついていますので、ぜひぜひですね、一度皆さんも、ご覧いただいてですね、これはというものであればですね、お使いいただければ幸いでございます。防犯情報丸分かりアプリ愛知ポリス、皆様どうぞお知り置きをよろしくお願いをいたします。それでは、最後にですね、赤い服を着た女性警察官フレッシュアイリスの、パフォーマンスを2曲続けてですね、ご覧いただきたいと思います。曲は、アロハエコモマイとメイクハーマインの2曲です。どうぞお楽しみください。
い、ありがとうございました。最後に一つだけですね、皆様にお知らせでございます。今愛知県警察ではですね、令和6年度の警察官採用試験の受験申し込みの受付を行っております。4月10日までということでございます。どうかですね、皆様の近くに、警察官にね、が似合いそうな、ね、素敵な若者、ね、素敵感あふれる素敵な方がいらっしゃいましたらですね、ぜひぜひ警察官になるようにですね、背中を押していただきたい、こんなような、お願いでございます。やはりですね、この安全安心安全な、ね、愛知県をね、このまま将来にわたってこう受け継いでいくためにはですね、新しい力っていうのは必要不可欠でございます。警察という仕事、大変なこともたくさんありますけどね、非常にやりがいのあるいい仕事でございますので、皆様の周りで素敵な方、またはですね、皆様ご自身でも結構でございます、条件に勝ち合う方いらっしゃったらですね、警察への、警察官採用試験へのですね、応募よろしくお願いをいたします。それでは、これでですね、こちらでの、午前中の演奏ですね、終了とさせていただきたいと思います。ちょっとですね、午後から天気が崩れるという予報もありますので、午後はですね、場所を変えての演奏になる可能性もありますけれども、また午後もですね、演奏もありますし、またですね、あちらの方ではサイバー犯罪対策課などをはじめとするですね、様々な、イベントも行っておりますので、そちらの方もどうぞご覧になってください。それでは、午前の部これで終了とさせていただきます。お集まりくださいましてありがとうございました。